ステイホームね、伊良部島にはちょっと特殊な風習がありまして、そうだよね、宮古島に大体家庭訪問、まあ大体宮古に皆さん先生住んでるんですけども、家庭訪問の時、まあ授業も大体船で渡って伊良部中学校とか伊良部高校に授業をして、で6時半とか7時が船の最終便ですので、それで帰ってお家でねご飯食べたり寝たりして、で朝また7時とかに船乗って学校に来るっていう状態なんですよ。その先生方が家庭訪問の時は大体6時ぐらいまでギリギリまでこう家庭訪問のスケジュールを埋めてるんですけども、大体その一番最後に家庭訪問する生徒って決まってまして、家が大きいっていうお家が大きい生徒 の家庭訪問が必ずスケジュールの最後に組まれるんですよ。これなんでかっていうと、大体そこで家庭訪問中にお父さんがお酒を出してきて、で仲間たちがちょっと集まってきてお通りが始まるっていうのが常でして、宮古からねわざわざ、まあ、県外から来た先生をおもてなしするっていう意味も込めて、ちょっと客間というかその宴会のできる間がある家庭で必ずやるんですよ、最後の家庭訪問で。大体それで先生が、あ、いやもうあの船の時間もありますんでって言って、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、布団もパジャマもあるからって言って、もう用意されて大体ここで初年度の先生が洗礼を受けるんですけども、みんなでお通りを回して、だんだん、うちのね息子の担任だわけよ、お願いねって言って、いろんなね親戚周りとかに紹介しながらみんなでお通りを組み交わし、でそのまま先生客まで布団敷いて寝て、で朝起きて家庭訪問した生徒と朝食をとって学校来るんです。すごくない？面白い。もう家をがっつり見ることできるね。本当ね、なんだったらちょっと先生もさ、この親とかの距離も近くなるからさ、そうね、まあ宮古の言いやすいよね、タイがあんなことしてましたとか。そうで、一回それから逃れようとした、お酒がね、お酒飲みたくない今日はっていう先生がいたんですけど、3年目だったかな、で最後の落ち着いて、もう始まった時からお父さんがニヤニヤしてるんですって。もうでも今先生は、いやもう今日出た時から今日は私泊まりませんから、去年も一昨年も私泊まってますから、もう私今年はもう泊まりませんから、一応用意だけはしとってさって言って、で6時半のもう船の時間もだんだん近づいて、6時10分ぐらい、こっから車で飛ばせばどうにか船に間に合うみたいな時間で、あもう先生もう飲んでったらみたいな、いえ私はもう今日帰りますんでって、パッて車乗ろうとしたら、もうお父さんの車が後ろについてたんですよ。あ、ええ、じゃあどかそうねどかそうねとか、もた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 してる間にもう15分前、先生今から行ってももう間に合わないよ。飲んでたらいいんじゃない、歯磨きもあるし、明日行ったらいいさ、ゆっくり。でもここまでウェルカムってすごいよね。人を家に泊めるってなかなかじゃない。なかなかですよね、もう今はない古の風習です、伊良部島に。面白いね、はい、ということで今日のテーマは皆さん玄関でお待ちしてます。